バレンティナス・マズロニスは、リトアニアの建築家で、政治家。2014年より、欧州議会議員を務めている。1960年から1971年まで、ウテナ第一中等学校。1971年から1976年まで、ビリニス国立芸術研究所で学んだ。1976年から1977年まで、ソ連軍にて兵役。 その後、シャウレイのテレビ工場で働いた後、建築家となった。1991年、自身の会社を設立。リトアニア建築家連合の会員であり、ロータリークラブの会員でもある。リトアニア語の他ロシア語と英語を話す。1993年より、リトアニア自由連合党員、シャウレイ志士部長。2001年より自由民主党党員、副党首。 2002年から2003年まで同党党首を務めた。2003年より副党首。2015年、パクサス党首との確執を理由に、秩序とマサヨシを離党し、労働党に入党。2015年、労働党党首に就任。1990年から1995年まで、シャウレイ自治体議会議員。1995年から2003年まで、シャウレイ審議会議員。 2004年から国会議員。国会議員として3期目となる2012年からは環境省を務めている。2014年の欧州議会議員選挙で欧州議会議員に選出され、リトアニア環境省を辞任した。2015年、労働党党首に就任。2016年、リトアニア国会議員選挙で労働党が比例区で5%条項を突破することができなかったことから、 当主を隕石辞任した。妻は心理学者のダの手。息子はエンジニアで政治家のアンドリュスと建築家のロカス。ありがとうございます。